そろそろあれやります？怒られた系やります？あ、ね、やるか、怒られた系。なんだっけ。なんか、何でもいいですけど、怒られた自慢するか、一番怖かった話するか。一番ビビった話？小江戸さんとかじゃなくて、趣味やってて一番ビビった話。ああ、でもいいですよ。もう小江汗さんにで怒じらゃあ、れていたみ僕たかいら行きます、僕から行きます。な。ああ、あ、頑何？張りよ。いや、なんかハードル上がってきそうなんで。大丈夫、いや、大丈夫。最後、7日いるから、大丈夫。でも怒られた話は、なんかあんまり思い出せなくて、正優直秀かよ。いや、優秀本当かな。に、怒られた記憶は、本当になかったんだけど、小江戸さん、そんなこと、怒られたことないの？マ怒られたジ記か。憶がなくて、ただ、本当に焦った話が一つあって、それが、去年の、前期リーグ戦の立正大戦の選手の出発1時間半前に、高嶺智輝の、公式戦フューチャーブルーのユニフォームが盗まれるっていう事件があって、水色の、上2枚、もう予備も2枚、あとパンツもない、そう、パンツもないって状態で、もうストックが全くないっていう状況だったんですよ。で、マジで、もうその時僕も出発してたんで、電車の中でどうしようもない。で、友樹から電話があって、やばい、ユニフォーム盗まれたっていう連絡があって、なんか外に干してたらしいんですけど、あいつ1回住んでて、で、それがなくなってるっていう。で、本当に、もう本当に焦って、もう小井戸さんにもすぐ連絡して、で、もう友樹にも、休憩にもしかしたら予備があるかもしれないって言って、探しに行かせて、でも、なかったっていう。で、どうしようどうしようどうしようっていうふうになってたら、中山先生とかもすごい動いてくださって、その時にもう、学連に連絡して、ユニフォームを、こちらの指定する色に変えてくれない、やらせてくれないかっていうような依頼を、琉球の、それこそ琉球の中の、先生にお願いして、で、あいつがたまたま10番をつけてたんですけど、そうだよそね。の10番が、何ですか？メディア用、メディア露出用、露出用で10番がたまたま予備が、探したら1枚あって、で、あったんですよ、それが。あって、めちゃめちゃ滝沢とかも探してくれてあって、で、その1枚と、下が白で出場させてもらったっていう。だから水色白白の時に立正と試合したんですけど、もうこれから先見ることはできないですね。本この当だよね。色写で。真レアでレア。いや、レアだと思います。水色白でレアだよね。はい。そすれ焦げえるな。もう結局、その友樹のユニフォームは見つかってないですよね。じゃあ作ったんだ、確か。あ、もう作りました。で、その時もカモの、神山さん。あ、神山さんです。神山さんがすごい、その時動いてくださって、1週間後ぐらいには、もう、来て、新しいのが来て、すごはい、っ。次の、あんだけフューチャーブルーは染めるのに時間がかかるっていう話だったら、一週間。い。それなんですよ。いや、まあでんも、だけ。実は染めるとこから、その時、オーセンティックの、ユニフォーム販売をやってて、予備が手元にあったんで、それに、何ですか、プなリントるほしど。てもらったんですけど、まあいろいろ本当に偶然が重なっ俺あて。れやったよ。裁縫やったよ。あ、貼り針板板ですか？なんか、やるわ。貼り板が、なんか今年からルール、去年からルール変わって、事前申請がないと貼り板許可されなくなったんですよ。ああ、そうなんだ。で、しかもそのユニフォームが紛失したとか、そういう理由は認められなくて、へえ。そうなんだ。そうなんですめっよ。ちゃ裁縫したわ。水色の布、糸とか買ったもん。いや、そうなんですよ。確かに。これなんは焦るて。な。そんなことがありました。なんか今聞いてて思ったけど、まずさ、移動手段が違うのがやっぱなんか趣味っぽいよ。ああ、そうですね。
選手はバスで行かすときながら、もしくは自家用車で行かすときながら、もう俺らは絶対遅れないから電車と別で乗ってるみたいな。はい。あったね。ありますよね。普通に。インカレのときは全部そうだったな。そうっすよね。で、しかも電車乗るとわけわかんない時間から出発するんですよね、筑波だと、マジで。はい。難しい。俺、毎回あれやってよ。毎回何があってもいいように、メンバー表とかさ、あるじゃん。メンバー表とかって印刷しても持ってくじゃん。で、これ見せるじゃん。で、見せるので当日だよね。会場行って小枝さんに見せて、これどうですか、じゃあ、関与お願いしますって、ね、出すじゃん。何があってもいいように、だから全部 PDF 化して、USB に全部入れて、いやすごい。それを持ち歩いて、いつでもコンビニに行けるように、コンビニなら印刷できるから、すっげえ。もう本当に、全部準備してた、そういうのも。ここまでやってなかったな。エクセルで、そう、普通に休憩ではエクセルのとかで出して、おぉ。地震です。そんなことあります？地震。地震です。千葉県なんだよ、千葉県。あ、揺れてる。西子さん。揺れてる？な、マジすげえ。揺れてます。大丈夫だ、千葉県いるじゃん。千葉じゃないですよ。わかんだ。見た方がいいんじゃない？あ、でも、ちょっと揺れましたね。びっくりしたわ。びっくりしたね。めっちゃ準備した、そういう風にして。Excel データと、編集できるように Excel データを持って、で、PDF ファイルを持って、USB に行って、で、パソコンは、持ってたな。パソコンは持ってなかったか。マジですか？ノートは持ってなかったな。あ、でもそういう風にしてたな。コンビニで印刷できるように。まあ、なんか、書けるようにはしてました、最悪。そうね、白紙は持ってってたよね。白紙持ってって。あれ、めんどくさいのよね、書くの、漢字とかね。マジめんどくさいっすよね。あと、なんか、謎の直前のポジション変更でちょっと変えるとか。あったな、そんなの。俺なかったな、まだ。そう、経験、未経験。ケンさん、なんか、ケンさん怒られた系なさそうっすけど、あります？基本怒られなかったけど、